こんにちは。こんにちは。梅光学院大学です。今日は梅光学院大学があるこう山口県をもっと知っていただこうということで、山口県のお土産持ち寄り企画です。いいよ。各県には、その県を表した、いろんなねお土産があると思いますけども、今日は有名なお土産からちょっとねなかなか知らないようなマイナーなお土産もですね、紹介できるんじゃないかなと思います、はい、今日は、山口県出身の私と、千葉県出身の彼と、はい、それぞれ選んだ山口県のお土産を持ち寄ってですね、見ましたんでちょっと紹介をしていこうと思います、はい、はい、はいどうですね、はい、いやなんかあれねいろいろ買ってきましたよ買ってきたけどなんかちょっと問題あるんじゃない、これは事故ですよ。どういうことですか。これは事故でしょこれねバッチリ広島県廿日市市で作られてますね。これ山口県のお土産ではない。山口県内で買ってきたんですか。いやもうよくある話だからサービスエリア騙されちゃダメよね。広島で買い忘れた人が山口県内で買うんだ。そういうやつだよね。この辺はもう安直、もうフグね。いやフグでしょ。安直です。レトロソーセージってね、これはちょっとレアものやね。レアなんですか。でも彦島で作られてるからね。あ彦島ね、彦島すぐそこねで作られてるから、まあねこれいいです。どうですか私のね。全部知らない。でもこれ月で拾った卵は同じなんですね。これ、はい、まあねこのモノ茶っていうのがね実は有名でね、はい、いいんです。あそうなんですか。あいいんですよ。もう知らない。知らないですね。これはちょっと山口県に入り直すところから始めたかもしれないですね。これもうこれね。あそれはね、うん、それは知ってますよ。もう毎朝食べてますよ。ご飯に混ぜて。ご飯に混ぜるのもいいけどね、卵ご飯にね、うん、混ぜてね。私的にはちょっと味付け海苔とセットで食べた。これ知ってますかこれ。全然知らんですね。ウイロ、ウイロ。あ、ウイロね、聞いたことはある。食べたことないけど、ね。愛知みたいなね、愛知のウイロだみたいなね、よく言いますけど、山口にもある。どっちがうまいとかはないです。どっちも美味しい。はい、これ知ってるこれ。これ知らない。どら焼きじゃないんですか。岩流焼きですよ。あら。やめてくださいよ、そういうのは。ねこれ山口県。これ東京にってますよ、どら焼きでしょ。いや、岩流焼きですよ。違う。何言ってます、全然違います。食べてみたら分かりますって。これもね実はいいんですけど。これなんすか。これね、これ見てください。これ利休饅頭ね、これいいんですよこれ、まあ、これ結構お買い得なね、はい、関東で働いてた時はこれ買ってましたね。岩流焼きね、はいはい、これ言ってもらいましょう。これじゃあこれいただきます、ね、じゃあお気に入りはこれですかね。あそうですね、のちくわ。はい、じゃあいただきます。あ、でも白あんなんだ。ね、じゃあいただきます。全然違う。いやでも美味しいですよ、美味しい。語彙力のなさ、うん、そういう訓練受けてないからね。受けてないからね。美味しいしか言えないよね。美味しいでしょ。美味しいよ、美味しい、うん、いや気になったらぜひ、皆さんもね食べてもらったらいいなと思いますね。じゃあ私これいただいていいか、はい。全国かまぼこ品評会栄誉大賞受賞してるっていう、ね、高級生ちくわ。いただきます。うんうんうん、うまい。うまいな。いやうまいっすよね、うまいこれね。小腹が空いた時に、うん、いいね。サクッとくれるからね。そうそう、美味しい、最高。ということで今回は山口県のお土産を紹介してみました。まだまだね紹介できていないお土産とかね、はい、見たこともないような、心躍るお土産もきっとあると思いますんで、これはねぜひ第2弾もやりたいと思いますんで、ではまたお会いしましょう。バイバイ。